幹事社の時事通信です、はい、これから知事定例会見を始めます。終了時刻は15時7分頃を予定しています。ご協力お願いします。まず知事からの発表がありますのでお願いします。はい、発表項目一つであります。首都圏で広島トップカジノの販売促進をスタートするという件であります。今度県はですね、首都圏で、特徴ある日本一の柿産地という広島柿の、ブランドイメージを出していくために、生産量日本一の柿の中で、特にですね、生産者がこだわりを持って、養殖選別をした品質の良い広島トップ柿の PR や販売促進を、行います。11月22日今週の金曜日ですね、から来年の2月末まで行う予定としております。で、初日はですね、初日22日と23日の土曜日は広島ブランドショップタウで、広島トップ夏季 PR イベントを開催いたします。PR イベントではこの広島トップ夏季の紹介に加えて、文化期も来てもらって PR してもらったり、また期間中広島トップ夏季を食べられるオイスターバーをやるんですけども、その紹介や夏季料理の試食なども行いたいと思っております。で、 PR イベントの後も都内のオイスターバー、またタウなどで2月の末までに末までですね、広島トップカキのメニューの展開をして、首都圏の多くの方に味わっていただきたいと思っております。また首都圏では馴染みが薄い殻付きカキを蒸したですね、蒸しカキの食べ方を提案していきたいと思ってまして、こういう形で新たな需要を喚起できればなと。で、結果として広島牡蠣のブランド力向上を図っていきたいと思っておるところであります。私の発表項目は以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。NHK 畑です。はい、よろしくお願いします。はい、このトップカキの試食のトップカキは生な、このどういうものを試食してもらうんですか。生ですね。生と蒸しガキはもうあんのかな。はい、はい、でオイスターバーであの展開するのも生ガキというの。あ、もちろんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて幹事社質問に入ります。米の生産調整、いわゆる減反の廃止という政府の農政転換についての評価を伺います。政府が農業の競争力強化に向け5年後をめどに米の生産調整を廃止する方針を固めました。米の作付面積が広くて減反に協力する農家が国に支払う直接支払い交付金が多い県の知事からは戸惑いの声も聞かれます。一方で広島県ではすでに農林水産業チャレンジプランなどで水稲主体の経営から収益性の高い園芸作物への転換を進めていると思いますけれども、今回の、政府の方針転換について県知事としてどう評価いたしますか。それと関連して、農業の競争力強化に関しては中山間地の難しさがひときわ大きいと思いますけれども、先ごろ制定した中山間地域振興条例に基づく振興総合計画の策定作業との絡みで減反廃止というのはどう影響してくるとお考えでしょうか。はい、減反っていうのは基本的に生産調整を行うことによって価格維持を図るとこういう施策ですけれども、逆に言うと、市場とは離れた形で、供給を決めるということになりますので、いろんな歪みが出てくるものなんだと思います。で、今米の需要が減っている中で、
性としてはですね、その食料自給率を上げるような、まあ、穀物にその生産を転換していくということがを直接的に狙っていくということだと思いますけれども、まあ、それはですね、食料安全保障という観点から見ると、まあ、理解できるし、まあ、重要なことであろうというふうに思います。で、他方で、この直接支払いですね、直接支払い交付金が、まあ、生産調整減反の廃止と一緒に今なくなるということでありますから、まあ、その中でまたじゃあその飼料用米のですね、米価というものが、まあ、どうなっていくかということも、まあ、よく分かりませんし、価格維持というかですね、収入保険制度もありますけれども、まあ、大きい農家ほど当然に貢献を多く受け取っているわけですから、まあ、影響も大きいのかなというふうには思っています。で、まあ、今後について、考えますと、まあ、水田をいかに活用していくかということだと思いますので、一つは当然に引き続き生産コストをいかに削減をしていくかということであるとか、あるいは飼料用米を導入するといったようなことですね、まあ、こういう形で、この米政策の転換というか減反の廃止に対応していくということが必要だろうと思ってまして、これまだ急遽浮上してきたことではありますけれども、農業団体であるとか市長と十分にですね議論して、今後の基本的な方向であるとか、あるいは対応策についてはまとめていきたいというふうに思っています。そして、当然にですね、まあ、合わせて、今県でも進めてますけれども、収益性の高い園芸作物に、転作をすると、それを今後も加速化していくということが必要であろうと、そういう形で経営の安定化を農家の経営の安定化を図っていくということが必要であろうというふうにであります。で、2点目の質問になりますけども、中山間地域振興条例ですよね、なんていうか総合計画の方にどういう影響があるかというご質問だと思いますが、今回その明確にですね、その産業対策という部分とそれから地域対策という部分がありまして、で、地域対策という地域政策という部分について言えば、農地が持っています公益的な機能を維持していくために、日本型直接支払い制度というふうに言ってますけども、そういうものを作るということがあります。で、まあ、産業政策部分では今のような話で、需要に応じた作付けを行っていくと、まあ、それに誘導していくと、で、結果としては水田をフルに活用していくということがありますので、まあ、その2つがですね、この施策としてはパッケージになっています。で、中山間地域の振興を進めるというためには、この2つのこの産業政策面とそれから今の地域政策面と、合わせてですね、地域の実態にも応じてバランスよく取り組んでいくということが必要かなというふうに思っていまして、まあ、それができるような制度設計あるいはその運用というのが不可欠だろうというふうに思っています。で、特に生産面はですね、地域特性、まあ、要するに補助の集まり具合だとか、あるいは気候だとか、水だとか、いろんなことありますけれども、排水だとかですね、
地域の実情を踏まえた上で何を作っていくのかということを、やはりその地域の皆さん、農家の皆さんが十分に検討していくというのが重要だというふうに思っておりますので、県としてはですね、その、まあ、先ほども申し上げたように農業者であるとか、あるいは関係団体であるとか、あるいは市や町と十分に協議をこうしてですね、政策、この減反政策の転換には対応していきたいと、まあ、それをベースに、中山間地域振興条例というのもですね、まあ、決まってくるということになるんじゃないかなと現時点では思っています。ありがとうございます。この件について質問がある者はお願いします。その他に質問がある者はお願いします。